こんばんは、ようこそ。チャッチャラ。こんばんは。今日もささやき配信なので、あんまり大きい声ではなく、このくらいの声でいきたいなと思います。こんばんは、ようこそ。こんばんちょ。こんばんちょ、こんばんちょ。お風呂に入ってきたので、今日はすっぴんでしたから、メイクをするというアプリを使っていました、普段の自分のメイクとさほど変わりがないかもしれない。このメイクエフェクトなんかいい感じです。ちょっと髪が長いので、お風呂上がりたてなのでパサパサしてますが、こんばんは、佐藤ひろ子です、ようこそ。もう伸ばしっぱなしの髪です。結構ロングまでちょっと頑張って久々伸ばしてみたいなと思ってますので、しばらくこの感じですが、ささやき配信です。ちょっとささやきながら、今夜ねお送りしていきたいと思います。で、ちょっと今年入って、明日が初めてのめちゃくちゃ早い朝を迎える、朝仕事なので、今日は30分だけね、あんまり遅い時間まで配信しちゃうと、次の日とか夜がやっぱ寝つきがものすごく悪いので、致し方なく今夜はちょっとだけ配信することにしました。はい、今夜も、ささやきつぶやき配信です。よろしくお願いします。1、2曲ぐらい後で歌うかもしれませんが、ささやきながら歌いたいと思います。はい、パンパンマンパンパンマンさん、こんばんは、ようこそ。ともちゃん、こんばんは、ようこそ、やっほー。はい、私の曲で TikTok の動画作ってくれたみたいで、ありがとうございました。めっちゃ嬉しかったです。はい、グラニーギアさんも、こんばんは、ようこそ。皆さんもね、お気軽に、初めましての方もすごく多いと思うので、お気軽にコメントを書いてくれると、お気軽に。で、今夜はささやき配信なので、ささやきながら、なんですかね、何でも質問や NG なしでお答えします。年齢とか誕生日とか出身地とかウィキペディア見ればすぐ載ってますけど、はい、今日はモノマネ芸人の PJ さんが昼間マック食べながら配信してたんですけど、ああいうのもなんかいいなと思いました。ただそっとマック食べてるだけっていう配信でしたけどね。はい、おーちん、こんばんは、ようこそ。いっちゃん、こんばんは、ようこそ。あ、こんばんはって、そうか、こんな感じ書くんですね。はい、もうすでになんかいっぱいギフト投げてくれててありがとうございます。グラニーギアさん、バラありがとう。はい、いっちゃんもバラありがとうね。奥ちゃんまで行った？行ってない。奥ちゃんは今った。はい、奥ちゃん、こんばんは、ようこそ。つみけんさん、こんばんは、ようこそ。おーちんさん、むきたてのゆで卵の肌、本当？だいぶそれってピーリングした感じになってません？ツル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 ですかね。今日はでもパックも押してないし、スチーマーも当ててないから、ちょっとこう自分の中ではあまりこう肌触りはそうでもないですね、仕上がりは。はい、スパディさん、昔の家紋のボーカル吉井さんっぽいヘアスタイル。これ別にヘアスタイルを吉井さん、石井さんじゃなくて吉井さんでしたっけ。石井さんじゃない、吉井さんだったっけか。いえ、別に全然家紋に寄せてるわけじゃないですよ。まあ、1ミクロたりとも寄せてないですよ。ただのナチュラルボーン風呂上がりヘアです。はい、あ、よっち、こんばんは、ようこそ。今日のひろこさん、すごく綺麗ですね。今日もあれです、エフ
フェクトかけてますよ、メイクの。すっぴんだったんでね、そのぐらいさせてください。本当に今日はささやき配信です。ささやいております。大きくいつもみたいに笑っちゃうときはマイクから離れるので安心してください。はい、よっちさん、バラありがとう。ハートミーもありがとう。友太郎、ハートミーありがとう。あ、飛んじゃった。どこまで行ったのだろうかな。あ、みんながいろいろハートミーとかをくれた。おちん、ハートミーありがとう。クラニキアさんもね、ハートミーありがとうね。クラマックスさん、ハートミーありがとう。としあけさん、ハートミーありがとう。はい、こんばんは、はるかちゃん、ようこそ。はるかちゃん、結構いつも早い時間だったら来てくれるんだね。嬉しいですよ。わあ、よっち、宝箱ありがとうございます。しかも100個入ってる。すごい。いっぱい入ってるから。いつもありがとうね。けんけんさん、ハートミーありがとう。チームブレスレット、ともちゃんありがとう。はい、としあけさん、けんけん、こんばんは。あ、間違った。石井さんは米米、あれ誰って言った、さっき誰って言ってたんだっけ。家も、あ、間違った、そっかそっかそっか。吉井さんは、石井さんは、米米で、吉井さんは家も。太陽が燃えているの人ですね。キラキラと燃え、え、ギラギラかな、メラメラかな、何燃えているんでしたっけ。サン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 燃えている、ふん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 、ラチャラチャラタラダ、ふん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 、いらないだろう。ちょいちょい歌詞を思い出しているという。わ、グラニギアさん、今日もかわいい、ありがとうございます。そう、今日も、はい、ありがとうね。おうちんフィンガーハート、ありがとう。おくちゃん、昔のなんか、あの、別に大喜利やってるわけじゃないんだよ。髪型で、髪型大喜利配信じゃないからね、これ。逆にまだいるこの人、この髪型の人、まあ、探したらいるんじゃない、案外。80年代、70年80年代フォークシンガーなんてみんな大体こんな髪型してるんじゃないですか、ね、ちょっと教えてください。ダニチュー、こんばんは。挨拶だけすいません、仕事中なので。うん、仕事をして本当に明日ね、すごい大事な日だってなんか言ってたと思うから、明日の仕事頑張ってください。応援してるよ。はい、あ、みんながコインをゲットし始めた。私も押してみよう、ビシッとな。あ、すごい、宝箱25人の人にも当たるよ。私めちゃくちゃもらっちゃって4枚ゲットだぜ。ありがとう、よっち、コインゲットしました。皆さんもコインゲットできたかな。よっち、ありがとう。今日もでしたね、だって。そうよ、ありがとうね。はい、としあけさん、バラありがとう、いっぱい送ってくれたね。はい、クラマックスさんもバラありがとう。さあ、そんなわけでみんなに挨拶が一段落したかしら。今日は別に髪型で大喜利をしようとしているわけではありません。大喜利配信じゃないんだけど、他に拓郎と、あと家門の吉井さん以外にもこの髪型をしてたという人が思い出せれば、思いつけばぜひ教えてください。中森明菜さんとかこんな髪型してた時ありませんでした。別に本当に寄せてるわけじゃないんですか。あ、そういえば髪の毛染めたんですよ。あの、気づかれない程度の薄茶です。ささやいています。こんなささやき配信、こんなたくさんの人に見てもらってて嬉しいんですけど、なんかします。なんかします、なんかしますか、なんかしようよ、なんかささやきゲームしましょう。思いつき、なんですかね。
今日はでも歌ってもいいし歌わなくてもいいんだけど、とりあえず明日がちょっと早いっていう。なんかね、明日はあのロケがあって、茶道の茶壺ってあるじゃないですか。茶壺？お湯沸かすやつ？なんだっけ？茶壺じゃない？あれ？なんだっけ？茶壺だと思うんですけど、お湯沸かすやつ。間に合った。森の熊さん、おお、おかえり、ようこそ。多分茶壺だと思うんだけど、違ったら教えてください。あの茶道でお湯沸かすやつですよ。あれを温める炭っていうのが、バーベキューとかで使ってるような炭じゃないんですって。私ああいう炭に本当ちょっと知識がなくて、で、まあ、その茶道用の炭っていうのが世にはある。茶壺に追われてとピンシャンの茶壺だと思うんですけど、濡れたらどんどんこしょうのやつだと思う、多分ね。うん、茶壺だよね。茶釜かな。ちょっと待って、検索しよう、もう恥ずかしいから。すごい、そうそうそう、よく知ってますね、グラニーギアさん。おっとっとっと、これなんて読むんだっけ、菊の炭と書いてなんて読むんだっけ。あ、そのままだ、菊炭。へぼすけさん、こんばんは、ようこそ。そうそう、この菊炭っていう、これ栃木で作ってるあのお茶をね、立てる時、茶道のお部屋の中で炊ける炭なんですよ。で、まあ、あの切り口が菊の花に似てるから菊炭って確か言うんだったと思うんですけど、これが世にある普通のバーベキューとかで使う炭と何が違うかっていうと、あの煙があまり立たない、立ちにくく、崩れたりとかっていうのが、崩れるときポワッとなっちゃうとさ、お部屋の中がなんか炭だらけになっちゃうでしょ。それが結構少ないんですって。なんでこのお茶の会では好まれる炭なんだな。で、この炭を日本で作っているところが結構限られていて、その一つが栃木県で作られてるんですよ。グラニーギアさん、すごい、そうなの、本当そうよ、市貝町で作ってるんですって。なので明日明後日、それで2日間市貝町の方に行ってるんですけど、あの朝早いんですね、朝から。だって2日とも午前中でロケは終わるんですけど、多分1日目はその炭を作ってる場所、明日は炭を作ってるところに行って、まあ、体験っていうか実際に見させていただくんだと思うんですけど、で明後日は多分茶室に入るのかしらもう一回ちょっと今日の配信終わったら台本しっかり読んでみたいと思いますが、そうね、案外知らないことが多いなとか思うよね。面白いです。で、これがさ、このあのロケがしたらいつ放送だっけ、1月末とか2月オンエアとかだと思うんですけど、あのなんかね、結構ここ最近回ってきた自分のこうお仕事の中でかなり興味を持ってしまった
ジャンルというか内容で、あ、よかったなと思って。でもね、来年度もまたテレビで出れるか分かんないじゃないですかまた旅番組とか出られるか分かんないじゃないですか。で、旅番組のやっぱりいいところってさ、もう知らないところにもちろん行くのはプライベートでも行けると思うんですけど、関係者しか入れないような場所に合法で入れるっていうのがしかもそのことについてものすごく詳しいスペシャリストが横について、ああでもないこうでもないといろいろお話をしながら、あのその知らない場所に行けるっていうのがなんかすごくね、贅沢で楽しい時間で、なんならちょっとギャラいらないから雇ってほしいもんなって、行きたいもん、すごい大好きなんですよキムソンさん、すっぴんも素敵ですよ。だってこれアプリで加工してるんでね、なるべく自分のいつものメイクに近いやつにしてみました。いかがでしょうか。あ、でもリップは塗ってます。なんか唇しっとりしますよねしっとりからね、まあ、今年度は一応春まではさ、番組が一応あるから、まあ、今回明日明後日ともう1回ぐらいは呼んでもらえるのかな。でそれ以降はさ、まだ全然どうなるか分かんないじゃないですかね。呼んでもらえると嬉しいなと思うけど、テレビのお仕事すごい好きだから、なんか機会があればね、まだまだこれからもやりたいなっていう大事な大事なお仕事です。まさか墨まで栃木で作ってるとはみたいな。なんかこうメジャーどころのね、例えばいちごとか、栃木県に特化したその番組なので、いちごとかさ、あとお祭り、温泉とか山登り、アクティビティなところとか結構いろいろ行ってきましたけど、栃木で墨作ってるのは聞いたことがなかったんですよね、うんうん、そんな感じです。ヨッチさん、ローズありがとう。他にもなんか皆さんの住んでる地域で、あ、これこんなのやってるよとか、例えば福島県だったらなんか喜多方ラーメンとか、こうメジャーなものじゃないこういうのとかあるんだよ知ってるみたいな、ちょっと豆知識みたいなの情報あったら教えてください。郷土愛をなんか感じられるのって素敵ですよね今日こんな支えてて大丈夫ですか皆さん。支え聞こえてますほいでささやきすぎてて聞こえない可能性ありません？大丈夫ですか？今更ですけどね、私はイヤフォンしてるんでしっかり聞こえてます、このささやき具合を。最近ね、ずっとね、藤井風さんの曲を練習してて、少し前の動画でガーデンとか上げてたかな私。トゥル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 トゥー、花とかもいい曲多いんですよね。藤井風さん大好きで、つい少し前に上げた動画のその藤井風さんのギターは実は結構インチキで、藤井風さんの曲のコードってものすごく難しいから弾けなくて、すごく簡単に演奏してたんですけど、もう今ね、そう勉強っていうか練習してた曲は、練習してたのは実際にピアノで、あの藤井風さんが演奏される音に近いコードで、ちゃんと近いコードっていうか、そのコードでその響きがギターでできるように、なんかちょっと練習してましたね。素敵な音、チャラタラタルタルタル、追いかけてそのまま
花が咲いて別れ、あなたに心奪われ、それでも守り続けたくて、私の顔で果てるまで。こんな感じ？ね、難しいですね。でもね、やっぱ曲がめっちゃ笛見てる。みんなコメント来ないけど、寝た？え、寝たかな？寝たな？みんな寝たな？さては。カズさんハートメありがとう。あ、寝てます。起きとるやないかい。あの、邪魔にならないぐらい置いときますか、ギター。もうさ、寝る気満々なんですよ、私のこの服とかもさ、スウェットで。久しぶりになんか首出しました。あの、結構寒くて首はまだ出てなかったんだけど、寝てます、ね、起きてるよ、起きてるでしょ。ささやき配信、よっちゃん起きてるよ、だってグッドですね。ささやき配信楽しい？大丈夫？大丈夫かな、みんなが大丈夫ならいいんだけど。これ私の曲の方だ。この譜面じゃない、え、どれだっけ。あれ、あ、やっぱ今のでよかったのか。あれ、これか、これだな。花は咲いて出て別れ、あなたに心奪われ、それでも守りつつ、それでも守り続けたくて、あ、違う、守り続け、守り続けたくて、私の顔で当てる間、当てる間。あ、めっちゃむずい。ギター見る。弾きたい人いれば、あの、コピっていう、あ、あの、多分1、2週間後にこのアーカイブ YouTube に載せるので、そしたら見れるね。その時ちょっとマイク離してちっちゃくなっちゃう音が、手見せてあげたくて。サビやるから、 C メジャー7。花は咲いて別れ、あなたに心奪われ、それでも守り続けたくて、私の家電果てるまで。難しい。見えてた？見えてた。必死だからちょっとみんなのこと無視しちゃった。こんなもん。花は咲いて別れ、あなたに心奪われ、それでも守り続けたくて、私の顔で果てるまで。ぜひやってみてください。めちゃくちゃ、よいしょ、めっちゃ難しいですね。本当に難しい。でも藤井風さん曲いいんですよね。何がいいってあれなんだな、あんまラブソングがない。まあ大きく言えばラブソングなんだけど、恋だの愛だのあんまり言わないのが素敵だなって思うんですよね。なんかこう、藤井風さんってそんなにお兄さんなんだっけ、わかんないけど、あの、年を重ねてさ、大人になってくるとあんまり恋とかしなくないですか。キラキラしたときめくような、あ、ギターを構えると反転を指摘される定期ピエン、なるほど、反転になってた。
っかく皆さんにねギターお見せしたのに、あでも反転だとこ見やすかったんじゃない、逆に。あ、オーチンさんがギターじゃない、宝箱投げてくれてたんだね、ありがとう。気づかなんだ、必死に藤井風、佐藤藤井風ひろこしてました。ひろこ姉さんです、こんばんは。ささやきおかみ、ささやいております、どうも。どっち反転ありがとう、はい、教えてくれてね。配信の仕方も変えているやん、ワスプさん。ワスプ、あ、配信の仕方なんか違います、あなんか違ったかな。ヘブスケさん、お約束ですね、ギターを構えると反転を指摘される定期、本当そうよ。 PN でした、はい、ありがとうございます。私もコインゲットしました、おうちにコインありがとう。ヘボスケさんもグラニギアさんもゲットしたみたいよ。じゃあもう一回反転直ったところで、もう一回藤井風さんのコード皆さん一緒に覚えてください。花はシメジャーセブン、シメジャーセブン、ビーブ、ビーブの G、 A マイナーセブン、シメジャーセブン、ビーブの G、 A マイナーセブン、それでもまあ、Dマイナーセブン、G セブン、C メジャーセブン、B 分の G、A マイナーセブン、D セブンサスフォー、G です。覚えた。もう一回。あと歌詞合ってんのか不明ね。花が咲いて別れ、あなたに心奪われ、それでも守り続けたくて、私のガーデン枯れるまで、人は願い別れ、あなたに奪われ、それでも守り続けたくて、私のはい、いい曲でした。なんかこんな感じのね、あの雰囲気の曲、あー、うさ耳すごい可愛いの来ちゃった、ありがとうよっち、うまく入れました私、ね、最近画角からちゃんと外れていくという技をお送りしてました。ささやけてますでしょうか。たまにはこういうささやき配信もいかがかしらね。未だかつてないほどにささやき配信だと結構いろんな、たくさんの人見てくれて、歌い出すとそんなに見ないっていう、なんかすごいピエンだなと思います。悲しい。ヘボスケさん元気を出してて、こうやってなんかポール・マキさん思い出すよね。あ、今日か昨日ぐらいあれですね、あのあれ、バックに入る芸でおなじみのさ、あれ名前忘れちゃった、と忘れちゃった、誰か出てくるかな、あ、そうそうそう、エスパー伊藤さん、エスパー伊藤さんありがとうございます。そう、ヘボスケさん、グラニギアさん、正解です。そうね、エスパー伊藤さん60代のね前半だったんだわ、62とかだったっけ、すごく若いのにね、びっくりしました。エスパー伊藤さんがと、脳梗塞って書いてありましたけど、やっぱり、ね、脳梗塞はちょっと年齢わからないですよね。うちの父も脳梗塞でしたけど、44でしたから、だいぶ若くしてね、何歳でやっちゃうか分かんないです。で、結構やっぱり早い人多いですよね。そう、脳梗塞になって、まあ、あと血管のその、
あの出血の場所にもよるみたいですけどね。ちょっと驚いちゃいました今日、うん、そういう世代ですよ。エスパー伊藤さんとか、ね、ポール真希さんはまだいらっしゃる？あんまりなかなかね。歌手の小金太郎さん、あ、本当に？え、今日？最近、そうね、なんかちょっとこう世代をリードしてたような方々が次々と、悲しいニュースが多くて困ります。あ、2日前11月11日に呼吸不全ですって。そうか、若いよね。65歳だったんですって。まあ、うちの母はもうちょっとお姉さんですけど、まあなんか家柄的には70代から80代前半ぐらいでは他界していくような印象がありますね、私のお家の家族たちは。だからまあそうか、一世風靡したというかね、時代を作ったような人たちがこの世を去っていくのはなんだかとても寂しい気持ちになりますね。さすがに出ますね。私も5年前に心筋梗塞で一時心肺停止になったんですか、オーチンが。よく復活したね、おめでとう、よかったですね。あ、勘次郎さん、あ、ごめんなさい、ちょっと分かんないかも、どの人だろう。案外ね。え、出てこない名前が、なんだ、読み方、冠二郎さんです、失礼しました。それは出てこないわ、冠二郎さんじゃ出てこないですね。冠二郎さん、あ、本当だ、八代亜紀さんもそうですよね。ああ、演歌歌手の冠二郎さん79歳。ああ、今年ね入ってから結構そういうニュースめちゃくちゃ見ますよね。グラニギアさん生きててよかったら本当そうですよ。キャンディスと昭和チャンネルさん、こんばんは、もう終わりですかって。あの、今日はですね、ささやき配信で、本当だ、もう9時になってる、ささやいてたらもう9時になっちゃいました。はい、カズさん、バラありがとうございます。ハトミオ、キャンディーズ昭和チャンネルさん、ありがとうございます。ねえ、本当生きててよかった。え、心肺停止になるってことはさ、入れるよね、管みたいなのを入れた、入れるよね、よかったね。なんかね、それで喉とか声帯あたりを傷つけちゃって声が結構出にくくなっちゃうような人とかも結構周りにいて、やっぱ緊急で命を救う方にこうすごくやっぱ気持ちがいくから、処置の時になんかちょっとこう別の部分を傷つけてしまったりとか、そういうのもあるみたいなんですけどね。でもお話、お会いしたことあるけどお話もできたし、本当に元気そうで、本当に本当にライオンだ、本当に良かったです。高幸さん、こんばんは、ようこそ。
今日の髪型気に入ってます。それはどっちの、高幸さんの髪型、今日の髪型が良かったのか、ひろこの、ひろこ姉さんの髪型が良かったのか。ひろこ姉さんの髪型はあの 昔の吉田拓郎さんをイメージ、吉田拓郎さんこんな髪型してたんだっけ、誰だって言ってたっけ、さっき忘れちゃった。足から入れました。足から、どうやって、足いろんな方法があるのね。へえ。AED。 あ、ひろこさんの髪型が良かった、良かったです、お気に召していただけてよかったです。はい、さあということで、本当に今日はただそっとささやきました。ささやいて、なんかせっかくなので一曲くらい歌いたいなと思うんですが、最後の一曲歌いだしたら、今ご覧いただいている58人の人がいなくなるかどうかっていうのがすごい不安でだったら歌わずにこのままそっと終わった方がいいんじゃないのかと思う私もいるわけですよ。足の付け根から心臓に、ここからカテーテルって入るの、すごいね。私腹腔鏡手術っていうのをやったことあります、お腹で。でもそれはさ、なんか想像できるじゃないですか、お腹の中皮ペロってそう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 って想像できるけど、足の付け根から管で心臓までカテーテル入れられるんだ、今すごいですね。それじゃあ、まあ喉とか気管とかこの辺を傷つけなくて良いですね、良きことですね。じゃあせっかくなんで、これで本当マジ、今見てくださってる50何名の人がいなくなったらもうマジで泣いちゃうからね。ちっちゃい音にしようか、ピアノうるさくなっちゃうもんね。私を動かす力になって震え立たせるの、眠る前の小さなキスも子供みたいにはしゃぐあなたのずっとそばにいていいんだ。横顔が笑った、横顔という曲をワンコーラスとかちょこっとだけ歌ってみました。同じキーだ、デーだもんね。 Love, 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 love Love, 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 love.不思議ね、あなたは世界を、世界を連れてくる。
私の船、ありがとうございます。私の船を、サビのところだけ歌いました。なぜならこの曲7分ぐらい長い曲なので。はい、今最後に歌った私の船は先週ですよ、1月10日に配信リリースいたしました曲でした。 TikTok でもなんか、ね、TikTok A メロからしか使えないんですよ。なんかサビの部分に設定できなくて、おなんでだろうと思うんですけど、よかったらね、なんかご自身の動画とか作る際に利用してみてくださいね。で、おかげさまで TikTok の方は今8000ぐらい回ってるかな、ご覧いただいてるのかしら。でインスタが4000か5000回ぐらい再生されてて、で YouTube の方ももうすぐ3000回ぐらい再生になるのかな、ね、で驚くのがこの曲を配信リリースして YouTube に動画載せましたっていう風になってから YouTube の登録者数300人ぐらい増えて、おーみたいな、一番増えたかもしれない、 SNS のフォロワーさんのやつで嬉しかったですね。300人増えたって。もうあとこの勢いで、で CD の方のリリースは2月の14日なので、まだ2ヶ月間結構たっぷりと私の船のキャンペーンができるので、まだまだ皆さんにいっぱい聞いてもらえるといいなと思ってます。でキャンペーンって話しましたけど、ちょっと告知しますね。最後に1月いっぱい、1月の期間中は栃木テレビにて、サウンド30という、ミュージックビデオをご覧いただける番組があるんですが、そこで私の船のミュージックビデオがフルでご覧いただけます。1月いっぱいです。そして今日この後放送なんですけど、夜11時からの CRT 栃木放送の音楽番組デリポップの、エンディングテーマに起用していただいてますので、今日この後夜11時から栃木放送で聞けます。そして明日は FM 山陰で夕方5時40分頃から今の曲とそして私のコメントが流れます。 FM 山陰行ってないのでね、ここのスタジオで録音した自分のコメントがね、で高田リオン君っていうパーソナリティの方がおしゃべりしてる番組なんですけど、その中でコメントと曲を流していただけることになったので、山陰なので、鳥取島根とかあの辺りの方ですね、ぜひお車乗りながら番組聞いていただいたりとか、聞けなくても、ね、なんか感想とか聞けなくて感想おかしいでしょ、ね、なんか FM さん宛てにメッセージを送ってくれるとめちゃくちゃ嬉しいです、ね、よろしくお願いします。そんな、私ですが2月の23日にこの曲のリリースしましたので、記念のワンマンライブが東京王子で行われます。詳しい情報なんかは佐藤ひろ子のホームページやブログ、ツイッターなどチェックしてください。佐藤ひろ子は全部カタカナ表記です。ひろ子姉さんで検索しても出てきませんからね、よろしくお願いしますよ。さあそんなこんなの払ってないみたい、 TikTok ジャスラックに使用料払ってないみたい、あそうなんですか、
意味がちょっとよくわかんないな。だいぶコメントが流れちゃった。今夜はゆっくりなられそう。お家によかった。ありがとう。はい、紅白の鳥で歌ってほしい。ミーシャ枠ってことですよね。ミーシャ枠でこの曲かっこいいね。嬉しいです。よっちもありがとね。塩油を払ってない。うーん、吉本から出てるからそんなことないと思うんだけど、ちょっとわかんないな。奥ちゃん、いい夢見られそう。おやすみなさい。うん、おやすみ。ゆっくり寝るよろしい。いい夢 見るよろしい。あの最近あの陽明酒をね始めましたよ。また陽明酒が本当よく効く。ポコポコ1月からほとんど60秒規制ですよ。そうなんですね。いろいろあるみたいですね。キャンディーとシャワーチャンネルさん、コメントありがとうございます。さて次回の配信ですが、今ちょっと1月から毎週水曜日に配信してるんですけど、一旦ちょっと24日がリハーサルが入っちゃってて、終わって帰ってくるのがねちょっと遅い時間になっちゃいそうなので、この日はできればやるねぐらいにちょっとさせてもらって、逆に前の日の23日火曜日にまた夜8時半頃からささやき配信やりたいと思います。9時でしょ。多分この日はもう少し30分以上、1時間ぐらいは余裕でできるかなと思いますので、1月の23日火曜日のまた夜8時半頃お集まりいただければと思います。できれば水曜日、来週やりたいんだけどね。24日も基本的には毎週水曜日の夜9時くらい、8時半からやってることが多いんですけど、夜9時ぐらいと、そしてあとは隙間時間にやろうっていう感じ の、 あのまったりゆったりだらだらでもこうやってお風呂に入った後やってもみんなが嫌じゃなければ、私も無理なくできるかもしれない。配信がやっぱね、夜遅い時間までメイクしっぱなしだったりすると、あとがっつり歌っちゃうと寝つけなくてね、困っちゃって、次の日困っちゃうから、とりあえず火曜日の夜また8時半くらいにささやきながら歌いたいなと思います。大歓迎ですよ。 ありがとうございますそれじゃあまだフォローしてない方はフォローしてから休んでくださいね。さて、わーお、たくさんコインなどありがとうございます。ギフトがお名前こちらで確認できる人をちょっと最後にご紹介してお別れしたいなと思いますよ。今日いっぱい本当に見てくれてて嬉しいです。ただそっとささやいてるだけなんですが、皆さんやっぱりあれだね、寝る準備してるんだろうね、きっとお布団に入ってたりするのかな、こたつでぬくぬくしてるのかな。よし、じゃあギフトをね投げたよってこう確認ができる人、お名前ご紹介していきましょう。ケンケンありがとう。キャンディーズと昭和チャンネルさんありがとう。森のくまさんありがとう。ダニチューありがとう。カーズさんありがとう。グラニキアさんありがとう。クラマックスさんありがとう。ツミケンさんありがとう。トモ太郎ありがとう。トモちゃんねありがとうね。いっちゃんありがとう。年明け55さんありがとう。ヘボスケさんありがとう。おちんありがとう。そしてよっちありがとう。はい、楽しかった、楽しかった寝た、みんな寝たつって、はい、今日もたくさんのギフト、そしてたくさんのコメント、そしてたくさんのいいねありがとうございました。皆さんからいただいたギフトは、心
ここっていう時、曲を皆さんに聴いてもらいたいっていう時に広告とかかけるやつに全て使っていきます。本当に皆さんの一つ一つご協力心から感謝しています。いつもありがとうございます。今日はゆっくり皆さん休んでくださいね。お体に気をつけて。それでは、あ、なんか最後にバラ投げてくれた、ありがとう。はい、お疲れ様、ゆっくり休んでね。それではおやすみなさい。